はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ドラゴンクエスト4、前回の続きですね、やっていきましょう。故郷にね、戻ってきて、まあ、情報収集して、洞窟ですね、二所洞窟にオーリンがいるということで、それを探しにね、今日は行きたいなと思います。さあ、行きましょう。ただ洞窟どうですかね、レベルの方は今3なんですが、大丈夫なのかな、これ。土わらしか。いやちょっとあれやな、ミネアのなんか武器買いますかね。ミネアじゃない、マーニャ。ちょっとこれ弱いですよね、これね。いや防具が強いですよ。防具はね、羽防止装備したので、まあ、かなり強い。まあ食らわないと、まあ大丈夫か。そしたらそしたらいけますかね、これね。うん、マーニャの装備、メラ確かにあるんですが、メラ使っていくのはね、ちょっと厳しいですよね、これ。いけました。危ねえ。70ゴールド、なかなかいいですね。あーでもゴールドないんでね、進みます。行きましょう。洞窟ですね、ここか。さあ来た。いやー敵がどれぐらい強いか話そう。あ、これね、確か必要でしたね。ちょっとケチっていきたいですね。OK、レベルアップ。いや、これ一回回復しに行った方がいいな。いや、行こう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 。ビビっとんか、ビビっとんか。ピンチだったら逃げりゃいいんだから。あ、キメラの翼いいですね。嬉しい嬉しい。よし、行こう。もう進みましょう。さあ会心で倒した。いやちょっと苦しいですかね、これね。ただ進みましょう。ただ進むわ。いやもう進むしかないやろ。さあどんどんね、いや進んでいけばいいんですよ、こんなの。洞窟は、よし、こっち行きます。まずはまだ行ってないとこありますね。さあこっちはどう？どうだこれ。広いね。下はいけない。こっちはね。お！マーニャ様に皆さん、私です。弟子のオーリン。来た。お二人だけで敵討ちの旅を。お、なんということだ。ならば私もお嬢様方と願いは同じ。私もエドガン様の敵討ちだけを胸に、ここで傷の回復を待っていたのです。噂ではバルザック名、悪魔に魂を売り、強力な力を身につけたそうです。しかし、静寂の玉さえあれば、奴の力を封じられるはず。とにかくこの私もお供させていただきます。さあ、急いで参りましょう。来ましたね、オーリンね。よし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 。こいつね、めちゃめちゃ強いんですよ。これは助かるね。はい、開けましょう。お、なんだこれ。闇のランプ？あ、いいですね。ここで闇のランプ入るんですね。よし、じゃあ行くか。あ、オーリンあれやな。ちょっと前に出さないといけないですね。オーリンを前に出して。並び替えやね。並び替えで、オーリン前ですね。オーリン前、ミネア、マーニャ。で、OK かな。そう、ここはね、もう仲間になったんであれなんですが、仲間になってから、まあ、レベル上げとかした方がね、効率いいんですよね。よし、オーリン来た。もうこれ大丈夫やわ。これ探索できますね。魔法は温存しとく、一応。オーリン強っ。オッケー、ナイスナイス。あとはあれですね、静寂の玉を探しに行くって感じですかね。こっちは何もないですね。はい、行きましょう。まあしっかり戦って、まあ防具ですね、武器、まあ武器もちょっと整えたいので、まあ武器防具変えるようにゴールド貯めましょう。あとはこっち行ってないですね。こっ
チーノ、とりあえずこっち見る？宝。お、ゴールド240ですね。いいね、溜まってきてますね。おまけキノコはもう余裕よ。オーリン助かるわ。はい、これでよしよしよし、サクサクね、サクサクいこう。さあこっちやね、あと、はい、宝。命の木の実か、違うな。石人形も余裕そうじゃないですか、オーリンだったら。強っ、強えよ。力された後も余裕やろ、余裕。レベル5ですね。さあいい感じ。お、マーニャ、ルカに覚えた。よしよしよし、ルカにはでかいな。さあこっちですね。あとはここで取って、まあ次はどこですかね。次の話出てないよね。はい、こっちか。まあ、ただコウミズ村やな。うん、オーリンは宝箱を調べた。静寂の玉ゲットか。手に入りましたね。うん、守ってると。よし、リレミトはね今ないですから出るしかないね。はい、洞窟の方ね脱出して、村でね一泊して、ここからね向かっていきたいなと思います。まあ次はこっちしかないですからね、行くところね。さあ行きましょう。はい、サクサク進めると。さあレベルも上がってきてね、 MP も増えてきましたし。お、城あるやん。あ、これあれやない？キングレオのとこじゃない？確かこれそうじゃなかったかな。うん、ですね。え？マジ？そうやったね、こじ開けるんやったね。うん、もうここでしたっけ。次オーリン最強すぎませんかこれ。次ここでしたっけ。ここもう行くんでしたっけこれ。まあちょっと探索だけしときます。大臣の跡をつければわかる。あったな、これなんかありましたね。これ多分今まだですね。追いつかしとくわ。はい、もうさすがに捕まえれたやろそれで。さあ行こう。ここは天国のようなところねっつってますね。もう悪そうなやつしかいませんねここ。お、踊り子の服いいですね。まあ、とりあえず探索してって感じですかねここは。お、お前は？人の声が聞こえてくるこの辺。ただ今は何もできないって感じやな。下降りますかね。上もあるね。結構広いですね。この前も大きな音をさせて大臣をびっくりさせた男が港町の牢屋に入れられてな。この城から少し北ですね。次はそっちですね。そこでアイテムですね。はい、覚えてますこの辺ね。手に入れないといけないですね。そしてここに戻ってくるんでしたね。あとは大丈夫か。何もないですかね。なんか光ったりはしてないですかね。 OK、 よし、一応じゃあこっちも行きますか。ここね、あー何もないか。はい、じゃあね、ここ出ます。出て、北行きましょう。港町ですかね。向かいましょうかね。はい、何もないね。
話してみようか。そうね、ここまでで気になった話といえば、やっぱりキングレオの王様のお話ね。どうする、キングレオのお城に行ってみるか。ここや、早いやめっちゃ近いところにありましたね。さあここか。あ、エンドール行き出てますね、船がね、出てるよと。さあここもちょっと広そうやね。武器屋、まあちょっと武器屋来たんで武器屋も見てみますか。ホーリーランスありますね。ホーリーランスやっぱ装備しておきたいか。あとは毒牙のナイフか、まあ毒針かですね。ただちょっと高いですね、装備をちょっと整えないといけない。これはさあこっちは教会やね。変わった本はなし。じいさんおるよ。この海の向こうエンドルには大きなコロシアムがあってのわしも若い頃はこのそのコロシアムで戦った。そうなだいたいさ武勇伝っていうかさ、ドラクエのおじいさんはそうですよね。はい、じゃあここを調べとこうかな。これまだいけないですよね。はいですね。お、ゴールド、いいですね。で、薬草いいね。ちょっとレベル上げもしたいですけどね。まあ、レベル上げというよりゴールドを貯めたいですね。ここはいいか。防具もちょっと見てみましょうか。いや、結構いいの売ってますね。鉄の鎧が売ってますね。ミニアの守備がグッと上がる。革の盾、あ、革の盾、そういや、持っとったよね。鱗、毛皮のコート、上がるな。革の盾ありましたね、そうやね。装備、はい。ここは入れんのかな。何もないですね。はい。そうか。まずはキングレオのところを解決しないといけないですね。酒場行きましょうかね。まあ情報収集といえば酒場。ジルか。なんかおったな、ジルって。準備中。あとはどこだ。宿屋か。宿屋行けないですね。鉱山。なし。はい、じゃあこっち行きましょう。さあこいつちょっと話しかけとこうか。ジルね、いましたね。いや、またちょっと夜ですかね。夜来てみますかね。酒場でやっぱ情報をね仕入れたいっていうのあるので。はい、じゃあちょっとね夜まで飛ばします。はい、夜にね、なりました。さあ、酒場ちょっと行ってみましょうか。お、楽しそうにしてますね。結構いますね。やっぱ賑わってますね。めっちゃ楽しそうじゃん。この子は？さあ、この子は？この子は？マスターは？おー、姫様が優勝言ってますね。新しい王の名前、確かバルなんとかっつってますね。おい、酒はまだかっつってますね。まあ宿屋はこれぐらいですかね。あ、宿屋じゃない、酒場はね。酒場の情報はこんなもんでしたね。はい、まあ今回はねここで終わりますかね。まあまたね、次回もねストーリーの方を進めていきたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。